皆様こんにちは。こんばんは。マリサです。霊夢です。今日は暑いな。とろけそうだよ、アイス食べたい。霊夢は何のアイスが好きなんだ？バーゲンダッシュかな。それは銀玉のおたえさんが好きなやつだろ。そんなこんなで本日のニュースです。2020年7月10日から10月9日まで成田空港の成田アニメデッキで鬼滅の刃コラボが開催されております。かなりグッズの数が多いな。そうですね、いっぱいありますね。細かく見ていきましょうか。缶バッジ第1弾紙飛行機バージョン。第1弾。このコラボ自体が第1弾のようです。第2弾もあるってことでしょうね。クリアファイル。このデフォルメキャラ可愛いな。ステッカー。む、キリュウの紙飛行機がちゃんと羽織柄になってるな。メモ帳。これは背景に花が描かれてるな。ポストカード。ポストカードってもったいなくて使えないんだよな。いっぱい購入してください。ボーキャンディ。レロ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 。土台が羽織柄になってていい感じだな。アクリルキーホルダー。これを旅行バッグにつけて旅行したいな。リングノート。これノートとして使えるのかな。どうなんだろうね。でかい、リングノート。これはノートとして使えそうだな。プリントクッキー。もったいなくて食べれないな。飾れるハガキ。もったいないから飾るわ。そんなこと言わないで送ってよ。送ったるわ。次のニュースです。鬼滅の刃名場面回顧カードチョコスナックの第2弾が発売されます。デザインは全12種類でカードは3段階の変化が楽しめるレンチキュラー仕様となっております。レンチキュラーってあれだな、見る方向で見え方変わるやつだな。そうなのです。ぜひ欲しい商品ですね。メタンコ欲しい。プレミアムバンダイで予約受付中で2020年11月頃に届くそうです。どんなカードか楽しみだな。本日のニュースは以上となります。お疲れちゃん。それでは良い一日を。やらないのかよ。ランダムです。